ワークアウトパートナーの井上大河です。いつもありがとうございます。今回は格闘技のエクササイズで行いますサイドキック、この動作の基礎となる4つのポイントについてご紹介をしていきます。これはですね、これから格闘技のエクササイズを始めてみたいという方や、最近始めたばかりという方、ぜひですね、この4つのポイント確認をしていただきますと、サイドキック蹴りやすくなりますので、ぜひ参考にしていただければと思います。また慣れているという方も、今一度ですね、この基礎の蹴り方を確認していただけると嬉しいです。はい、そして今回は4つの基礎のポイントですが、次回ですね、よりキレを出すポイントや、その練習方法、こちらも合わせてですね、ご紹介をしていきたいと思いますので、基礎とよりキレを出す、2つに分けてやってみたいと思います。はい、ではですね、まず1つ目のポイントは、打撃面になります。サイドキックは、足の横の側頭と言われる、ちょっとこの場所で、蹴るようなイメージになります。はい、ということは足の形ですが、こんなイメージですね。壁に向かって蹴った時にこの場所がこう当たってると、はい、これが例えば上を向いてしまうと、また別の場所に当たってしまいます。はい、なので基本的にはつま先が横または少し斜め下を向くようなイメージで蹴っていただけるのがいいかなと思います。これがですね、ちょっとやりにくいなという方は、かかとの方ですね、よりかかと側で蹴るような意識で行っていただくと蹴りやすくなるのかなと思います。そして足だけをですね、意識するのではなく、よりこれをですね、安定させるためには膝の向きです。蹴った時に膝の向きを斜め下に向けると、はい、そうするとですね、自然と先ほどの側頭で蹴っていくことができるようになりますので、ぜひですね、膝の向きも同時に意識をしてみてください。はい。そして、二つ目のポイントは、軸足です。今の打撃面もそうなんですが、軸足が安定しないと、打撃もうまくいかなくなりますので、しっかりと軸足をですね、安定させてみてください。まず軸足につきましては、蹴る方向に対してかかとが向いているというのが基本になります。はい、なのでつま先はまっすぐではなく斜め、もしくはもう少し横をですね、向けた状態で蹴るようにしてみてください。はい、これをですね、まっすぐにしてしまうと足がどうしてもですね、こう上がらなくなったり、また先ほどの側頭で蹴ることがですね、とても難しくなります。はい、これはですね、骨盤も関係をしてまして、軸足を横に向けた時に骨盤も少し斜め後ろを向けるようなイメージで蹴っていただくと、サイドキックというのはですね、非常に蹴りやすくなります。はい、なので蹴るときに寄せたとき、もうこの時点でかかとの向き、蹴る方向、はい、これをですね、意識してみてください。また
プログラムによってはですね、わざとまっすぐの状態で蹴る瞬間に軸足を移動すると、蹴る瞬間にこう動かすといったキックもあります。ボディコンバットなどでもそういったパワーサイドキックといった蹴る瞬間に一気にかかとをパッと押し出すことで力強く蹴るといった方法もありますので、絶対ではありませんが、まず基礎としましては安全面も含めまして、軸足を蹴る方向にかかとを向ける、この意識をですね忘れずに行っていただければと思います。はい、そして続いて3つ目のポイントは上半身になります。まず上半身のおへそです。先ほどご紹介をした骨盤にもつながってくるんですが、蹴るときにおへそを向きを斜め横に向けて蹴るようにしてみてください。はい、これがおへそがまっすぐ向いてるとこんな感じのキックですね、なってしまいますので、必ず斜め、場合によってはもう後ろ向けるぐらいの気持ちでもいいので、とにかくおへその向きをですね変えてみる。はい、同時におへそを変えても胸がこう縮まってしまうと、こういうキックですねになってしまいますので、しっかりと胸を張った状態、張って蹴っていく。はい、そして腕の使い方もですね、上半身に含まれてくるんですが、まず引き手です。おへそを横に向けるときに引き手をしっかり引くことで、自然とおへそも横へ向けて蹴りやすくなりますので、ぜひですね引き手も意識をして、はい、そして蹴り方ですね、これいくつかパターンがありまして、最初から引き手を引いても構えて蹴るといったパターン、または構えた状態から蹴る瞬間に手を出して蹴るといったパターン、もしくは引き手は取るんですが反対の腕はそのままで蹴るといったパターン、はい、それぞれのプログラムによってですね変わってきますので、プログラムに合わせる、またはご自身でやっていてやりやすいものをぜひ選んでいただければと思います。はい、そして4つ目は足の軌道になります。サイドキックの基本としましては、足を寄せる、上げる、蹴る、そしてまた戻す、下ろす、構える、これがですね基本的な軌道になります。もう一度いきます。寄せる、上げる、蹴る、戻す、下ろす、構える、はい、これはですね一連の動作として全て合わさるとこんな形の動きとなります。はい、これもですねまたプログラムによっていろいろ変化もありまして、例えば最初からもう構えて寄せた時に、先ほどはまっすぐ上げましたが斜めに引くと、はい、この状態で蹴って斜め戻すと、はい、こういったキックの軌道もあります。または上げた時に手をですねあんまり最初はリラックスした状態で蹴る瞬間に一気にパッ押し込んで、そして戻すといったケースもありますので、これもですね様々なパターンがあるといったもの、どれが絶対正解というのはありませんが、プログラムに合わせていただくか、ご自身でやってみてしっくりくるも選んでいただければと思います。はい、これに関してはですね、もう少しキレを出す方法なども
過去の動画で紹介もしてますので、またお時間のある時にですね、確認をしていただければと思います。はい、では今回は以上4つのサイドキックの基本ポイントについてご紹介をしてきました。次回はですね、今度はこのサイドキックをよりキレを出す、また高く蹴りたい方はですね、高く蹴るためのちょっとしたポイントなどもご紹介をしていきたいと思います。はい、では今回は以上です。ありがとうございました。